トゥルーラブストーリーは、いわゆるステータスクリア系、ギャルゲーが流行った時期のものですが、ステータスを上げて距離を詰めてく。どう考えても怖いです。のとは違って、お昼の時間や下校時に、遭遇を狙って、会話で距離を詰めていくゲームです。どう考えても怖いです。しかも、目標をめいたものの設定も、あったりするので、狂人を理解するのにはいいかもしれません。と、ひどく書いてみましたがよくできたゲームだと思います。そもそもゲームの世界自体、すべからく狂気を逸しているので、現実に近しいものだけ狂気というのはいささか乱暴な気がします。逆を言えば、殺人事件と同じくらい下校時を狙った距離詰めは起きにくいとも言えます。半分ジョークですが、膨大なセリフ量は、ステータス系とは、一線を画しています。理知的に、ギャルゲーをやるのはつまらないかも、しれませんが、情動的に遊ぶのが不慣れだけど、遊んでみたい方には、良い作品だと思います。